皆さん、こんにちは。アフタービデオミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回はこのアームを使っていろんな特殊音というか、効果音みたいなのを出す遊びを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。例えば、こういう音。なんかこの音、なんか聞いたことないですか？こういうのとか、他にもアームをこうベロベロにして、ぐっと下げて。なんて遊んだりとか、他にも。こんな感じで音程関係ない特殊音みたいなのを出して遊んだりとか、まあ、このアームを使うことでいろんな音を出せて遊ぶことができるので、まあ、ぜひ参考にしてみていただけると嬉しいなという感じでございます。今回はこのフロイトローズと呼ばれるこの音程がぐーっと下げられるギターを使って紹介させていただきますが、まあ、いわゆる普通のストラットのトレモロユニットでもできることなので、よかったらチャレンジしてみてくださいませ。とりあえず、まず一番最初に紹介させていただきたいのはハーモニクスってやつですね。こういうやつ。なんかこんなキョインっていう音。まあ、平たく言うと、ハーモニクスを出してこの編み越しているだけなんですけれども、やってみましょうか。狙いどころとしては、2、3、4弦の3フレットです。指は何でもいいんですけども、薬指とかでいってみましょうか。薬指。薬指でこの2、3、4弦のフレットの真上を軽く触れて、まあ、こんな感じの甲高いハーモニクスの音を出してあげます。この薬指がちょっとこう強めにギュッと押さえてしまうと、ハーモニクスが鳴らないので、めっちゃ軽く、めっちゃ軽く触れてあげるだけ。そーっと触ってるだけっていうちょっと、なんか状況を作ってあげると。いいかなと思います。で、このキャンキャンキャンというハーモニクスが鳴ったら、これにアーミングを加えていきます。やり方としては、まあ、いろいろあるんですけれども、とりあえずまずやってみたいのが、このハーモニクスが鳴るところに薬指を置いておいて、アームをこうぐっと下げます。で、こう弦がベロベロの状態ですね。で、ここからピッキングをして、もうまとめて、2、3、4弦をガッとまとめてピッキングして、で、ピッキングしたらすぐに上げる。元に戻す。そして、ゆっくり下げてあげると。ちょっとやってみましょうか。まず下げます。で、ピッキングをして、すぐに戻します。で、ゆっくり下げると。音程を下げる、ピッキングする、元に戻す、下げる。ハーモニクスの音が出るポイントだったら別にどこでもいいので、3フレットが難しければ5フレットとか7フレット、12フレットとかでも可能です。ただ、こっちの、なんていうんですかね、低い方のフレットに行けば行くほど高い音が鳴るので、まあ、派手さが出るんですけれども、まあ、その辺は好きなところで、キョインキョインとやってみていただければと思います。で、もしアームアップができる状態のギターならば、ハーモニクスを出して、このアームアップをしてあげるのも面白いかなと思います。ストラトを使ってらっしゃる方、いわゆるそのフロイドローズじゃなくてトレモロユニットを使ってらっしゃる方は、あんまりこうチューニング、あとアームを下げすぎるとチューニングがすごい狂ってしまうので、アームを下げすぎには注意をしてくださいませ。逆にフロイドローズを使ってらっしゃる方は、もうギュインギュインやってもなかなかチューニングが狂わないので、もう思いっきり、思いっきりいきましょう。こんな感じで遊ぶのもなかなか面白いものです。で、その次にちょっくら紹介させていただきたいのは、このアームをベロベロの状態にし、アームをベロベロの状態にして、この左手で運指をしておいて、アームを元に戻すというパターン。ちょっとやってみますと、こういうやつ。こんなやつ。ちょっとこれはストラットタイプのトレモロユニットだと厳しいものがあるんですけれども、まあ、興味があったらチャレンジしてみてくださいませ。できる限り、このアームを押してといいますか、音程を下げておいて、薬指で
まあ、人差し指とか中指とか何でもいいんですけども、まあ、薬指を12フレットにしましょうか。3弦の12フレットに薬指を置いておきます。で、この状態で勢いよく、アームを戻します。そうすると、ピッキングしなくても音が出ると思います。こんな感じで。これでこのなんかメロディーみたいなのを弾いてみるのもちょっと面白いかなと思うんですけれども、例えば。みたいなのとか。このメロディを弾くときの要注意、注意ポイントが1つありまして、それはこのアームをしっかりと戻してあげるということです。なんかこう、アームを深くこう押すじゃないですか。で、この状態からこういきなり勢いよくスパッとこう元に戻すわけなんですけれども、この元に戻す音程がちゃんとできていないと、すごい音痴なメロディーになってしまうので、戻すときはしっかりと元の状態、通常のピッチに戻してあげましょう。こんなんでしょうか。で、他にも、これもまたちょっとトレモロユニット、ストラトタイプのギターと難しいんですけれども、このまた、アームをベロベロにした状態で、もうこんな感じで、もう全然音程が出ないようなベロベロにした状態で、なんかこうギター本体をちょこちょこ叩いてあげると、これまた効果音っぽい音が出てきてくれます。アームをぐーっと下げて、左手で、まあ、ネックとか、このボディとかを叩いてあげると、ちょっとこうノックする勢いでトン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 と叩いてあげると、なんかいろんな音が出てちょっと面白いです。ちょっとやってみましょうか。ぐーっと下げて、ちょっとボリューム下げておいて、叩いてみます。で、このまま下げておいてもいいですし、ちょっとずつこの上げてってみても、上げてってみてもいいですし。みたいな効果音を出してみるのもちょっと面白いかなと思います。まあ、実用的な範囲で言うとすると、まあ、実用的には多分これだけだと思います。他はなんかちょっとこのお遊びというか、特殊効果音といいますか、なんか SE 的な使い方が多くなってくるかと思うんですけれども、まあ、そんな感じでいろんな音を出す方法を紹介させていただきました。ちょっと冒頭の方でやってた、僕がやってた。という方法に関して、ちょっくらご紹介させていただきますと、これはストラトでもできるやり方です。場所は本当に何でもいいんですけれども、3弦の420にしましょうか。3弦の420。ここをピッキングせずに、ひたすらハンマリングとプリングを繰り返して。こういうトリルっていうんですかね、なんかこう3つの音をテケ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 テと繰り返してあげます。で、右手の親指でこの24フレットあたりを軽く触れた状態で、左手のトリルをすると、まあ、こんな感じのハーモニクスが鳴るんですよ。なので、この親指をこの24フレットに置いたまま、このアームを。いじってあげると、なんか特殊効果音っぽくて面白いと。みたいな感じでしょうか。まあ、こんな遊びも覚えておくと面白いのかなと思います。以上でございます。ちょっくらまあ特殊効果音みたいな出し方を4つほど紹介させていただきましたけれども、まあ、アイデア次第でほぼ無限に広がるような、なんかこう、奏法といいますか、可能性がありますので、よかったらいろいろこのご自身で試してみて遊んでいただければという感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。